久保さん、今回ゴッドファーザーの過去とかにしときましょうか。なんか久保さんから送られてきた動画がゴッドファーザーのなんちゃら回答っていうね、なんか動画だったんで億万長者合宿のね、あれこれ多分間違えたのかなと思って、ちょっとアカウント行ってあるわと思って、でもゴッドファーザーの方が面白いですね、多分ね。ね、ね、なんたら、それが情みたいな、なんか、矢吹情みたいなこと言ってましたけど。言われたくないですよね、あれはね。みんな。あれ、コーヒーどこだ？ね。なんか過去動画アップしたらしいじゃないですか。なんかアップロードされてましたね。なんか、ヤサル君はいたな。ちょっとしか見てないですけど、スクショしか。なんか質問もらったらしいですね。なんだっけ？ダウンロードソフトは何を使うのかとか、あとは、大量動画で出し抜かれたとかね。そう。ゴッドファーザーの過去で。はい、久保さんの過去を知ってるの結構少ないですよね。僕ぐらい、過去を知ってて、なおかつ、未だになんかやりとりしてるのは、多分僕じゃないですか。本当に数名ぐらいじゃないですか。ね、当時、結構いたと思うんですけど。久保さんの過去は、ゴッドファーザーの過去はね、ひどかったですね。ひどかった。コメントおじさんでしたね。ゴッドファーザーの過去は、コメントおじさん、ただの。ただのコメントおじさんですよ。広島の久保ですみたいな、なんか宇宙人ですみたいな、よくわかんないコメントする、どうも宇宙人ですみたいな、コメントおじさんでしたね。そのコメントを僕は読み上げてなんかやってましたけど、まさかね、そのコメントを読み上げてたコメントおじさんと今動画のやり取りするとは全く思わなかったですね。さらに言うと、コメントおじさんがなんかゴッドファーザーですとか言い出して、なんか2億円稼ぎましたみたいなね。なんでみたいな。自分過去コメントおじさんだったやんみたいなね。コメントしかできないみたいな。何が言いたいかっていうと、コメントはできたってことです。コメントはできたんですよ。コメントは。コメントを書くということはできたわけですよ。コメントおじさんは。だからできることを人よりやりましたね。コメントも人より書いてたしね。20時間ライブコメントの量、多分久保さんが一番ですよね。20時間ライブ。そう、あれね、多分放送する側も結構大変でしたけど、見てる方も大変ですよね、20時間。でもね、あれ朝5時の最後、山口陸のエンドロールですよね。サライ盛り上がりましたけどね、結構。さらに、終わりますみたいな。そう、僕、裏方でさらに流してましたけど。懐かしいっすね。あれね。山口陸の。ね。そう。懐かしいな。あれ、僕は久保さん、過去映像ね、ありますよ、なんか多分探せば。じゃあアップロードしようかな。なんかハードディスクに多分ね残ってますね、なんかは。そう、過去すら変えられるというか、過去の事実は変えられないんですよ。コメントおじさんっていう事実はもう変えられないじゃないですか。タイムスリップしてコメントおじさんではなく、なんか稼げるおじさんには変わん、で、その後稼げるようになりましたけど、いきなりネットビジネス始めてね、いきなり稼げたっていうわけじゃないんですよ、久保さんもね。最初コメントしかできないんで。それは変えられないじゃないですか。いきなりタイムスリップして2億円ですみたいな。詐欺師登場みたいな。お前2億円稼いでねえや、みたいなね。なんか家賃3万円のクソ小さいね、なんかベッド、一回僕行ったと思うんですけど、なんかベッド畳んだらもうなんかもう
なんかすごい部屋、ちっちゃい部屋ですよね。千万部屋、3万ぐらいのね。そっから2億円稼ぎましたみたいなね。まあ過去すら変えられるっていうのはどういうことかっていうと、未来を変えると、未来を変えると結局過去も価値が出るんですよ。わかります？多分今久保さんの過去の動画を食い入るように見てる人いると思いますよ。当時は見てなかったけども、今食い入るようにね、アーカイブをね、過去のログをね、辿ってる人いると思いますよ。それはなんでかっていうと、今未来を変えたから過去すら変わったっていうね、過去のコンテンツも価値が出てきたってことですよね。だからピカソとかもそうだと思うんですけど、なんか一個売れて、でこの人何作ってたんだみたいなね、過去のね、そのなんだ、全然知られてない過去のこの出てきたみたいな、なんか何億円みたいなね、もはやゴミだったのにね、ゴミゴミゴミみたいなね、当時は何もあれだったのに、なんかその有名になりだして過去のなんちゃらでね、なんかあの出てきたみたいなね、何億円ですみたいなね、そうじゃないですか。特にまあ 画家の 絵とか結構そうだと思うんですよね。うん、まああとそうそう、あのアニメのその手塚治虫さんのね、例えば過去は売れてなかったけども、なんかその売れてなかったというか、過去出してない、もはや出してない。だけど、下書きと下書きみたいな。手塚治虫の、あの、なんだ、あの、世に出なかった幻の漫画みたいな。下書き。何千万みたいなね。たまたま過去は、あ、これ、編集者にね、わかんないですよ。編集者に、いや、これダメっすね、みたいに言われて。ダメっすね、みたいな。ダメか、みたいな。でも今は何千万の価値みたいなね、幻のみたいな。そう、だから過去は変えられるんですよ、未来が変わればね。まあ過去を変えられるか、過去の価値が変わるってことですね。だつまり過去の価値も変えられれば、もう全部が変わっちゃうわけですよ。全部が変わるっていう。じゃあ未来を変えるためにはどうすればいいのか、未来を変えて過去の価値すら変えるためにはどうすればいいのかっていうと、今できることをやるってことですね。単純に今できることすらやらないんだったら未来は絶対変わらないよって話です。久保ゴッドファーザーの過去はコメントしかできなかったですからコメント変なおじさんですよね。そう、まあ僕もね、結局そのまあやれることをただやってきた、やれないことをやってるわけじゃなくて、やれることをやってきただけですからね。だってやれないことはやれないんで。そうじゃないですか。いきなりなんかその走り幅跳び3メートル跳べとかできなくないですか。だから最初は走り幅跳びもう、じゃあ、走り高跳び3メートルすごいですよね。オリンピッククラスでやってますから結構。3メートルとか4メートル、走り高跳び4メートルとか無理じゃないのかな。棒高跳び8メートルとか、まあいいや。だからまあ最初そのね、1メートルからとかじゃないですか。まあ跳び箱とかも、まあいきなり6段とか難しいじゃないですか。まあ1段からだと思うんですけど。そう。だからまあそれをやってきて、1段跳べたから2段跳べるっていう、ね。まあそういうステップアップなんですよ。たまにね、たまにそりゃいますよ。いきなり6段跳べるやつは。たまにね。でもそれはたまになんで。大抵の人間は、僕もそうですけど、飛べるものを飛んで、飛べる感覚をこう、ついたら次なんで。だからやれること、今できることをやるっていう、凡事徹底っていうね。もうそこしかないですよね。だってやれないことはやれないんだから。やれることはやれるんですよ。でもやれることはやれるんだけど、やれることすらやらないから、やれないんですよ。まあ稼げないですよね。こうさんね。そう。その当たり前なね、そのシンプルな構造にみんななんか気づいてないのかな。その例えばそのまあその
構造もそうなんですけど、例えば分からないことを分かろうとするときってどうするかっていうと、例えば分からないけれども分かることをやるわけですよ。どういうことかっていうと、例えば Google で検索することは分かってるわけじゃないですかね。でも分からないですよ。だけど分かることをやるわけじゃないですか。 Google で検索するということが分かってるんだったら Google で検索してみるっていうね、まあ、そっからじゃないですか。だから分かることをやってるんじゃないですかそう。でクリックすることも分かりますよね。なんか出てきたページをクリックするっていう、いや分かってますよねで開いた先のページのなんか言ってることは分かんないかもしれないけど、でもそれを理解しようとまたなんか調べるってことするわけじゃないですか。じゃあそこのページに出てきたことが分かんないんだったら、また分かること調べて、調べるってことは分かってるわけですから、まあ、調べることも分かんないんだったら分かんないですけどね。いや今さすがに Google でキーワード入れて検索するはまあさすがに分かるでしょ。さすがに、この検索窓にキーワードを入れるとなんか情報が出てくるんですか、すごいですねみたいなね。いやいや、さすがにその時代ではないですよね。さすがにいや、さすがにその時代ではないと思うんですけど、そういうことですよ。ゴッドファーザーの過去はコメントおじさんということです。やりましょう、やりましょう。でこんなこと言うとね、こんなこと言うと、コメント書いて稼げるんですかって、知りません、知りません。コメント書いて稼げるんですかって、そう、コメント書いて稼げる保証してくれるんですか、コメント書いて人生変わる保証してくれるんですかってね、久保さんね。じゃあ何もするなと、何もしなきゃいいじゃんと、いいよ何もするなとじゃあしなきゃいいじゃんと、どっちでもいいよと、うん、僕はただ久保さんの過去を言ってるだけなんで、そう、久保さんの過去からね、こうじゃないっていう事実を言ってるだけなんで、こう嘘じゃないですからね。いや本当事実なんでこう嘘っすかね、久保さん、事実を言ってますよね僕ちゃんと。はい、いってらっしゃい。